まあ、場所がですね、もうおなじみでございますが、東京は霞ヶ関の飯野ホールです。もう浪曲がお好きでお好きでという方が、朝早くから並んでらっしゃった方もいらっしゃいましてですね、これからたっぷり楽しんでいただきたいと思います。まあ、コンクリートの中に囲まれた東京によりましても、この三味線があってでんよなんて言いますと、俺は日本人だなとこう思ったりなんかいたしますが、まあ浪曲の中に出てくる男性は男性っぽい、そして女性は女性っぽいですね。最初にご登場いただきますのが浪速屋辰三さんでございます。でこの NHK の東西浪曲大会が近づいて、浪速屋辰三さんが今回は出演するかしないか近所の方がすぐ分かるって言うんですね。何もお知らせしなくても。というのは浪速屋辰三さんと奥さんの浪速屋律子さんがお稽古を始める。いつものお稽古とちょっと違って力が入ってくる。そして奥さんがですね、時々なんかこの三味線で弾いている間に目に見えるようにお父さんやらなきゃ。目に見えるってどうしたらいいんで、擬音でも入れんのか。そうじゃないんだ、もっと新しい思考でやってほしいとかですね。それから吸う声が出ないかって、吐く時に声出るけど吸う声出せってどういうことだいなんていうことでですね、それでこう聞いてみますと、奥さんがですね、いやそうじゃなくてこう強く押す声と、そして聞く声と、あれの声だというようなことをおっしゃって、もう今回のこのこれから登場いたします浪速屋辰三さん、力いっぱい元気いっぱいでさまざまなテクニックを駆使して公演でございます。浪速屋辰三さん、稲川江戸日記、曲が浪速屋律子さんでどうぞ。わしはわざわざ大阪から江戸くんだりまで出てくるのはなかった。晴天7日の相撲、今日が6日目勝って勝って勝ち抜いて、ただの一度も負けた覚えはないのだが、勝つ度ごとにお客さんから、やれ今のは怪我勝ちだ、食い勝ちだ、
大阪殿を引っ込んでしまい、悪口を言われて大きな体、小さを縮めて歩かにゃならんこの辛さ、いくら涼しい木陰でもアリの刺す根に昼寝は出てん。明日の一番が済んだら悔しいことだが江戸を諦め、恋し懐かし大阪へ帰る。ほろり落とした9人連れと申しましたが、どういう感情で一人で9人ってことになるか、あっちへ寄ったりこっちへ寄ったり、真ん中のご本尊加えるから一人歩きが9人はだかで地盤して寝たら、地盤よよ地盤あら二階よが長いの鉄砲陣ももっつこいでんだ。よほどに飲んだ酒の周りが良すぎたらしい。勝手なことを並べながらふ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 ら橋の真ん中へ差し掛かった途端に、今の相撲取りの大きな背中へこのおでこをまともに一つガサガサ、酔っ払いが相撲取りにぶつかったんだからたまらない。ぶつかったと思ったら三尺向こうへ、じゃあおーで、しゃあ伊豆大輪に両国橋の欄干が石になったのおいて目から火が出やがったな。だけど考えてみりゃ行けったって帰ったってお前相手が橋の欄干じゃねえな、こら人間様だ。おまけにこの野郎知らん顔して向こう向いてや。やれちょっとやろ、この丸田んぼ。お前にぶつかった途端にせっかく飲んできた酒を飛んじまったじゃねえか。なんとか挨拶しろよ、薄んだろ。おやおや、あんた薄んだろとおっしゃったが、頼みもせんのにあんたが私の後ろから勝手にぶつかってきたんじゃ、ごんせんかい。何や？
俺が勝手にぶつかった。それじゃあ俺が薄野郎じゃねえ。おい、橋の上なんてところはねえ。おい、おめえ見てポーッと立ってとこじゃねえんだよ。ここはみんなが歩くところ、いわば天下の往来だ。そこをおめえがポヤッと立ったから俺がぶつかってまじゃねえ。どっちが悪いか、トロ人間捕まえて聞いてみろよ。なるほど、ぽやは体が悪かった。人並み外れた大きな体で橋の真ん中へぼんやりと立っていたのが私の夫じゃ。謝ります、堪忍して九段生。どこの言葉だその九段生ってんだ。そんな野郎の言うことはいちいち頭いけどな。あれ、バカにお前体がでかいね。おい、ああそうか、おめえ相撲取りだな。誰でぶつかった時の痛さが違うと思って。だけどもなんだよ、おい、相撲取りときちゃ俺はちょいとうるせえぞ。ガキの時分から相撲が好きで、今でも相撲取りの面見るとね、名前から番付がピタッと当たるぐらい俺は詳しい。その詳しい俺がお前見たことねえよ。俺、え、なんてんだお前の戒名はよ。私は今度大阪から初めてお江戸へ参りました。稲川次郎吉という相撲を取り、これをご縁にどうぞよろしゅうご引いてみ。おめえか、稲川とかなんとかいう虫の巣かねえ水袋や。おい、世の中にお前ぐらい池巣かねえ相撲取りはねえよ。ああ、江戸へ来てからなんでありゃ江戸の相撲取り片っ端からぶん投げちまえよ。まだ一分も負けねえじゃねえか、クソ虫どこもねえ。おい、強いばかりが相撲じゃねえんだよ。おい、江戸へ来たら江戸の相撲取りが花を持たして三遍に一遍はお客にわからぬようにカラッとか曲げてやるのバカ野郎。お前が江戸の相撲取りなら俺このまんま笑って帰る。大阪の相撲取りじゃそうはいかねえよ。おい、土地引きするわけじゃねえが、と言って難しいこと言うわけじゃねえがな、お前ピタッとそこに両手ついてな、一言でいいよ、謝ってけ。おい、謝れてんていくの。ふんぞりって言って暮らしてるから謝り方知らねえんだ。教えてやるから覚えとけ。ほら、この辺のこの両手だ、こいつを地べたい、ほら、キャーッ、あーッ、あーッ、いくら引っ張ったって答えるわけがない。いやいや、あんた偉い乱暴なことをなさる。静かに話せばわかるこっちゃい。話して九段生、この手を離して九段生。軽くひょいって。ひょいたるいや、普通の人のひょいとひょいが違う。やられた途端に今度は三軒ばかり向こうへ吹っ飛んだと思うと、橋の肌で菰をかぶって寝ていた小じきの体ぐらいバーガー。かわいそうに小じきがびっくり飛び起きた。やれやれ、横尾さんや。あんたせっかくそこで休んでいなさったのにびっくりさしてすまなんだ。みんなわたいがしでかした粗相じゃ、こらえておくれよ。おや、この水ぶくれ、俺をこんなところへ放りつけやがって、俺に謝らねえで小じきに謝りやがって、つらあてな真似しやがって、俺をただの酔っ払いだと思ったら見損なわない。俺はこれでも魚河岸行ったらちょいとばかり顔の売れた男だ。この司会者明日の土俵で知ってやるからな、明日の取り組み気をつけろ。さあと西締めの方へ。やれやれ、お酒の上とは言いながら江戸にも随分話のわからんお人が。おや、おこもさん、あんた、この手からえらい赤いもんが。いやいや、これはお怪我をさしてすまなんだな。痛かったやろ。ちょうど私が相撲の稽古の時に使う傷薬がさ。
傷の手当てをさしておくれ。ただかえ太った大きな体を中腰に縮めて傷の手当てをした上に心のこもった幾ばくのお金。わずかばかりで決まりが悪いな、そりゃ公約代じゃ。それでも足らん、その時は浅草花川戸で稲川の貝住まい訪ねてくださりゃすぐにわかる。いつでも遠慮なしにおいでなさいよ。はい、ありがとうございます。あの、こんなにご親切にしていただいてもったいなくて罰が当たるような気がいたします。初めてお目にかかりましたが、噂には金がね聞いてました。今度は大阪からおいでへお越しになって、どこにも悪いところはないんだが、あんまり強すぎるのと土地に馴染みがないために、勝てば勝つほど人気が悪い。気の毒な稲川さんというお席取りは、まああんたさんで。恥ずかしながらおこもさんや、時よと時節や仕方がごせき。じゃお大事な。ああ席取り、羽織の裾にそれ弦の悪い土がついてますが。おお、これは大きにありがとう。土のつかない稲川に土をつけたはあんたが一人。これをご縁にどうぞ関取、よろしゅうご引きにお願いいた。何を言うのじゃ、なんぼ私が相撲に強うて勝ちっぱなしでも、ひいきがなければ立ってはいけん。頼む、ひいきはおこもさん、この稲川からこの通りじゃ。さあ、お土産しました。今のお言葉、他の関取衆には真似ができねえ。日本一な稲先ほどからこの様子を橋のたもとでじっと見ていた男が一人、小膝をたたいてにっこり笑った。なるほど、いい立派なもんだったな。人は見かけじゃわからねえなんてこと言うが、
まるっきり昔の人はうめえこと言ったよな。鬼みてえな怖い顔土俵へ上がったら強いばっかり、嫌な野郎の思っていたんだが、あんなに優しい男だったのか。あんな立派な関取を花を咲かさずこのまんま大阪へ帰してしまったんじゃ、江戸っ子の俺っちゃ笑われる。まだ遅かねえや、ちょうど明日千秋楽だ。千秋楽にパッと人気の花咲かせてやりたらだったが、待てよ、物にゃねえんだな。あそこにいる小敷にもう一遍聞いてみるか。おい、お前ちょいと物を聞くんだがな、あそこ行った相撲取り、あらないかい。大阪から江戸へ出てきたばっかり、相撲は確かに強いが、江戸に馴染みがねえためか、あんまり強すぎるためか、勝ちゃ勝つほど人気がよくねえ。あら、気の毒な稲川という、え、うん、やっぱり間違いねえか、髪型相撲。うん、それじゃあな、もう一つおめえに相談だ。おめえが着てるその着物じゃねえな、ボロだよ。ボロも横綱だ、こら。どうだよ、そのボロ、明日の今頃間違いなくここへ持って帰す、返すから。え、今夜入りようなんだ。というのは、その着物を俺が借りて小敷に化けてって、明日の朝関取の家へ行って、おう、俺はひいきのお客だでと乗り込んだ時に、あの稲川関がどんな顔をするか、俺それ見てんだよな、ひと芝居。それでいるんだよ。どうだ、貸してくれっか。え、どうしたんだよ、貸すのか貸さねえのかよ、はっきりしろよ。へえ、あの、だが、あの、貸さないとは申しませんが、こんな棒でも商売道具で、貸さないとは申しませんが、禁煙されると困るんですが。何を言ってやんだよ、そんな棒誰が来て握るんだ。待て待て、もう借り金やるから、借り金が、ほら、これ入ってるからな、これ先払いだ、そんないいだろ、はい、投げてやる、はい。放ってくれたやつ、商売なら調べるのは早い。へい、見て中を驚いた。一文二文のお金じゃない、一両小判が一枚。あんまり大金が入っていたもんだから、電子柱に引っかかったやっこだばのようにガタ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 震えながら、脱いでよこした汚い着物を小敷の目の前で自分の体にこうつけた。うん、どうだい、お小物おめえがそこから見て、やっぱり仲間に見えるか。だな、見える見える、どっから見ても旦那生まれつきだ。嫌な褒め方するんだよ、俺これ。それじゃあ借りたれ、にっこり笑って大江戸の闇の彼方に姿が消えた。やがてその夜が明け渡る頃、箱は浅草花住まいの表にあたり、うわっと上がった時の声、夢破られて稲川が何であろうと出てみれば、家主の徳兵衛が先立ちで、関取おはよう、ひいきの旦那連れてきたで、早いところ挨拶を頼むで、知らせる声に稲川が、どこの旦那とよく見れば、
おんぼろさんぼろあらめの行列、どこから見ても物もらい人気稼業はしていても、こんな男に頭を下げて挨拶ができようか、嫌な顔でもするかと思ったらそうではなかった。よまおいでへりくだり、光とついた両の手や、にっこり笑った愛嬌と下げた頭の美しさ、さりゃこそ人が さんの稲川江戸日記、こちらの旦那さんと答えられないね。